高橋和樹、1963年10月4日帯は、日本の漫画家、イラストレーター。東京都出身。血液型は B 型。幼少時は、体が弱く、もっぱら絵を描いて、過ごすような少年だった。藤子藤雄の漫画を読みふける一方で、ウルトラマンなどのつぶらやプロダクションの作品や、宇宙戦艦ヤマトなどのテレビアニメに刺激を受けていた。 小学生の頃に放映されたタイガーマスクなどのリミテッドアニメーションの技術を取り入れたアニメに刺激され、写実的な作画よりも適度なデフォルメを取り入れた方が洗練されたものが描けると思うようになる。また劇画風、アニメ風などいろいろな作風を試したことが後の遊戯王の多様な作風につながる。遊戯王はまたろが来る。や、ジョの奇妙な冒険などダークな側面を持つ、 漫画作品に影響を受けている。また、主人公遊戯の格好は、シサー・ハンズの主人公、エドワードのボンデージファッションから、劇中で登場する、ソリッドビジョンのアイディアは、スター・ウォーズ・エピソード4、新たなる希望に出てくるデジャリックに着想を得るなど、SF 映画の影響も大きい。ゲームによる、バトル漫画を作りたいという信念のもと、コンピューターゲームではなく、自分の趣味である。 トレーディングカードゲームやテーブルトーク RPG などの互いに対面するゲームを取り上げゲームによる友情を主題とした。カラーの作画は炭水性のインク、水彩やマーカー、コピックと経て CG による油彩調の作画に行き着いた。CG の描き方には輪郭をはっきりと描いてから色を重ねていくというドゥルー、ストゥルーザンの手法に強く影響を受けている。自身を 漫画家よりもデザイナーであると称し、漫画のコマを一つのデザインとして捉えるなど、独自の発想を持つ。遊戯王連載中は1000体以上のモンスターのデザインを作り上げた。全身が銃、バラでできたドラゴンなど自由な発想から来るデザインもシリーズの特徴となった。アメコミに対しては強い関心があり、サイモン・ビズリーを好きなアーティストとして挙げ、公式サイトではアメコミを題材にした。 ウェブコミックを公開していた。高橋和夫名義、高橋和正名義、高橋和樹名義アニメーション、作品書籍ゲーム作品 ABCD、初年ジャンプ2003年2号、日本経済新聞2000年5月16日号、夕刊一面。高橋和樹が、アイアンマンとスパイダーマンを描く。マーベルジャンプの読み切り続々。コミックナタリー。 h t t p s ココロンスススラララッッッッシシシュュュュナタリーミュードトミックスラッシュニューススラッシュ3 4 6 0 1 3 2 0 1 9年9月4日閲覧。高橋和樹著デュエレアート遊戯王イラスト集122ページ。立体映像で表示される異性の怪物たちを戦わせるジスのようなゲーム。ブラックスとも呼ばれる。初年ジャンプ2003年に1号。 高橋和樹著デュエレアート遊戯王イラスト集123ページ。AB 高橋和樹著デュエレアート遊戯王イラスト集124ページ。高橋和樹著デュエレアート遊戯王イラスト集125ページ。タイム2001年6月4日号、タイム2001年6月4日号ジャンプリューレ8丸ごと、高橋和樹ありがとうございます。